すごくない？ねえ、ネズミなんだけど、なんかプリクラの落書きみたいじゃない？え？やば！え？てか、なんならプリよりも売れてない？え、やばいよね、やばいよね。え、えぐ。え？めっちゃ盛れるんだが。え？みんなで写真撮ろうよ。めっちゃ可愛い。はい、チーズ。あっちのクマもこっちのクマも正直戦力外。うん。なんでもいいから僕にクマのクッキーをくださーい。イエーイ。ねえねえ、B612 だって。え、見て、やばくない？え、肌の色が白くなってる。え、やば。え、やばいよね。え、めっちゃ盛れるくない？え、めっちゃ美白みたいになってる。やば。はい、行きまーす。はい、チーズ。みなさん、こんにちは。5歳のモハハって言います。よろしく、お願いいたします。え、すごい。これめっちゃ盛れるくない？え、かわいい。いくよ、いくよ。せーので口開けようね。せーの。すごい。かわいい、盛れる。全力まるまる始めるよ。全力笑顔。全力決め顔。全力真顔。全力変顔。全力おこ顔。全力泣き顔。最後は笑顔で。はい、チーズ。よし、ノーマルカメラで写真撮った。これで高画質になったし、あとはバレないように徐々に加工しようっと。まずは顔の大きさでしょ？やっぱ下顎も気になるよね。うん、あと顎もちょっと短くしようかな。あ、やっぱり目は拡大するよね。大きくしようか。あと鼻も小さくしてと。あとやっぱ口もちょっと微妙にふっくらさせようかな。うん、そうだね。これぐらいがちょうどいいかな。うん。あとやっぱり目の距離をちょっと近づけて、いい感じにね。あとは目の位置を若干下に下げて、うん。あとちょっと肌の色気になるな。うん、ちょっと、ね。うん、ちょっとだけ美白にしようか。うん、美白に設定して、ノーマルで肌加工ないし、ちょっとだけ肌加工も付け足しちゃって、うん、うん、うん、いい感じなんじゃない？うん、うん。ノーマル感あるし、これで自然に盛れた。よし、これインスタに投稿しよう。保存。